は白馬に登ります。登山用語では白馬、登山用語っていうかスキーでは白馬、登山会では白馬だけに登ります。妹と一緒です。しかも2泊3日です。山小屋泊。ちょっとね、天気がね微妙なんですよね。昨日ぐらいまではかなり高気圧がいい感じで晴れる予報だったんだけど、今すでに曇っている。そして明日以降割と下り坂っぽいけど、でも分かんない、これから良くなるかもしれないし、ということでどっぷり山に浸かる、山に浸る2泊3日を過ごしてきます。レッツゴー。ここで乗り継ぎ、今までゴンドラに乗ってきたけど、ここからはロープウェイに乗って菅池自然公園を目指します。まずは10日ほどですかね、いつもより遅いかなという感じでございます。ロープウェイの山頂駅に着いた。わあ、本当にすごい綺麗に紅葉してる。いいなあ。なんか多くの人は多分津ヶ池自然園を散策するような格好で来てます。登山の人はそんなに今の時間はいないっぽい。なんかこっから見るとまあまあ楽勝っぽいいつもいいけどだってあそこでしょ、そんなに果てしない感じはないよ。白馬の道の駅でおやきを買ってきたよ。切り干し大根と豚角煮。豚角煮をまず食べようかな。そして途中休憩しながら切り干し大根を食べようかな。昼食です。めっちゃぎっしり入ってる。結構味しっかりめだけど、でもいい、なんか元気が出る。これから登るぞみたいな気持ちになる。さあ11時20分いよいよ登山開始です。白馬大池まで約4時間半って書いてある。まあ休みを入れて5時間で、一応山系的なコースタイムは3時間になってたので、これで行けるのかも、ゆっくり行って、で休憩入れて5時間ということで頑張っていきましょう。レッツゴー。隣が白馬です。あのボーンっていう、はい、まだちょっとしか登ってない。でもね、階段があってね、そこそこ歩幅を大きく取らなきゃいけないから割と疲れます。歩き始めて40分ちょいなんですけど、景色がいいから一回休憩を入れようと思います。ねえ、あ、結構登ったね。あそこがゴンドラの終着駅だもんね。なんか等高線上では最初の 100m ぐらいはそんなにすごいきつい登りじゃないみたいな感じだったんだけど、結構きつかった。なんかむしろ後の方が慣れたからかそんなにきつく感じなかった。多分階段がね、一
番きつく感じるんだよね。下りは階段すごいありがたいんだけど、上りは階段は本当に辛いんだよね。ここから 200m ぐらいで天狗平らしいよ。だからあと1時間ぐらいで行けるといいなと思うんだけど、お天気がどうなるかな。今のところ気持ちいいです。休憩終わり。天狗平を目指してレッド。あー、綺麗綺麗、余裕だな。彼方の山がすごい美しく見えてる。雲をたなびいてる。水谷来たのでお水汲んできます。いただきます。うん、透き通ってる。冷たい。うん、ありがとうございます。ここから2時間なんだよね。約天狗平に着いた気配がするよ。着きそうな気配がするよ。なんと山切りコースタイムからそんなに遅れを取ってないという衝撃の事実。すごいゆっくり歩いてるからな。コースタイムって何なんだろうね。写真を撮るべきだな。多分ここが天狗の原だと思われます。一気に熊笹が抜けてすっごい高い山に来たって突然なった感じ。そして紅葉がめっちゃ綺麗だよ。すごいいい。ちょっと休憩しますね。